こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでボタンの花を作っていこうと思います。かなりね、小さいミニサイズですけれども作っていこうと思います。用意するのは1センチのゲージパイプと 1.5 センチと2センチの3種類ですね。こちらのゲージパイプを用意して花びらを作っていきます。0.28 のステンレス製ワイヤーですね、こちらを持っていただいて、ほんの少しギリギリですねを、平やっとこでつまんでくるくると巻いて1枚ずつ花びらを作っていきます。そうすることでね、ワイヤーが1本になるので、後々ねお花を作るときに切る必要がないということで、こんな感じで作っております。ギリギリ1周するぐらいでつまんで回して止めると、そして丸やっとこうでこんな感じでフリルを入れてあげるという感じですね。作った枚数としては1センチのゲージパイプが5枚くらい、1.5 センチのゲージパイプが、6枚ぐらい、6から8枚ぐらいですかね。で、一番大きい2センチのゲージパイプが8枚から10枚ぐらい作っていただければいいかなと思います。でですね、こちらは 2.5 センチのゲージパイプですね。もう一個出てきました、ゲージパイプ。これで何を作るかというと、今度は葉っぱを作ります。葉っぱの時はね、ワイヤーちょっと2本必要なので、少し長めに持っていただいて、半分のところで輪っかを作ります。こんな感じでね、片方のワイヤーはねブリッジを上げないといけないので、こんな感じで、あとは左右ね、私の苦手な左右それぞれ小さな葉っぱを作る、さらに上にももう一箇所ずつ作らないといけないというね、もうこの辺は完全にフリーハンドなんで、こうして、トゲを作ってから平やっとこでつまんで先端尖らせるという感じで作っていきますが、なかなか形が決まらないんで、これねもうゆっくりやってください。ゆっくりやればまあというか、コツを聞かれても私もね困るんです、これ。本当ね難しいですね、葉っぱって。花はねなんとなく枚数作っちゃえば花びらでなんとなくそれっぽく見えるんですけれども、葉っぱってねなかなか、1回につきね 2,3 枚しか作らないし、まあ練習ですねっていう感じで、はい、で片方のワイヤーをねさっき言った通りブリッジするために上げてきます。はい、で、やっとなんとか形が決まってきたような、決まってないような、なかなかね難しいですねこれ。ボタンのね葉っぱ、まあ画像でね検索してみていただいたらいいんですけれども、なんか細かいねフリルがあるようなギザギザした葉っぱなんで、まあ、こんな感じで作っているんですけれども、まあ、先端のところで片方のワイヤーも上げて引っ張り上げて、余分なワイヤーは切ってしまうので、これでね、まあ、ワイヤーとしては1本になるんですけれども、こんな感じでなんとか作り上げました。あとねまとめて作るとこんな感じですね、花びら、何回かいっぺんにやって、あとは1センチのゲージパイプなんかでね少しカーブも入れておいてあげると、あとあとねお花作ると気楽かなと思います。はい、こんな感じですね、バワッと作っていますが、今回なぜこんなに小さく作っているかというと、別にピアスとかのパーツにするわけではなくてですね、箱にちょっとね好きな花を詰めていこうかなと思って小さめに作っています。これくらいだとどうだろうな、正直2センチゲージパイプまで行ってしまうとちょっとね、ピアスなんかに使うには大きいかもしれません。もしピアスパーツとして作るんであれば1センチと 1.5 センチぐらいでね枚数作ってあげた方がコンパクトに収まるかなと思います。今回はねライトピンクでディップしていきます。はい、こんな感じですね、普通に特につけて上上げて、葉っぱはライトグリーンですね、ディップして、よいしょ、蓋がくっついてくる、はい、でメラミンスポンジに立てて乾燥させます。はい、という感じでストレンスナーも根元までしっかりつけてよく振り落としてくださいね。水性ストレンスナー結構ね、くっついてくるんで、余分なリップ
ップ液じゃないストレンスナーは取ります。でこれちょっとね使い回したので前回の動画ですけれども、こんな感じでね同じ前回いや次回か次回もこれ使い回します、多めにねピップクリアで色をつけておいてください。はい、でこんな感じで、3本持って、折り曲げたところにワイヤーを通してあげてねじって留めるとこんな感じですかね。3、4本、まあ数はねお好みでいいですけれども、そうしましたら一番小さい花びらから順にこのペップの周りに寄せて花を作っていきます。この中はまだね特にねじったりせず手で持ってるだけですけれども、ある程度形が決まったらねじるって感じですかね。こんな感じで今ねじってますけれども、ねじって留めていきます。はい、で次は 1.5 センチゲージで作った花びらですね。こんな感じでつけていきます。もしね花びらに模様とかつけたかったら、この組み立てる前にまあ、そうですね、赤いラインとか入れてもいいかなと思いますね。ボタン、はい、でこんな感じでどんどんつけていきます。手がねちょっと忙しい、両手使ってこんな感じで位置決めたらねじると。別ワイヤーでね根元ぐるぐるしてもいいんですけれども、ちょっと外れやすいのでこの方が楽かなと思います。ちゃっと、ただ高さと、まとめる位置ですね、できるだけお花ずらしつつつけていくという感じです。丸く、できるだけ丸くしたいんですけどね、なかなかねまん丸にはならないかな。ちょっとね楕円形とかになっちゃうんですよね。どうしてもねじるときにね位置ずれたりするんで、よいしょと。あ、で今回からね少し下のマットが模様が変わりました。これ本当は裏向きなんですけれども、ちょっとね柄の主張が強いので裏向きに使ってます。はい、こんな感じで、あと1枚かな。ちょっとこんなとこでねじってますが、もう1枚ねふっとできましたけど、あの子をどこにつけようかな。この辺でよいしょと見切れてますが、この辺でつけてあげてねじります。よいしょ、はい、こんな感じで、まあ、大体のねボタンの雰囲気は出たかなと思うので、フローラルテープ、グリーンですね、こちらで巻いていきます。しっかりめにねちょっと巻いてあげてください。今回1枚1枚でね作ってるので少しばらけやすいかなと。まあ箱に入れてね飾っておくだけなら相当取れてしまうことはないと思うんですけれども、もしねピアスパーツとかにするんであれば少しボンドも、ね、根元にはちょっとつけておいた方がいいかなと思います。でここからは丸やっとこに持ち替えて、花のね少し、フリルを強調したり形を整えて、自然な感じにより立体的に花らしく作っていきます。まあこの辺はお好みで、まあ、やってもやらなくても、そんなにまあ自己満足の世界ですね。はい、やってますがこんな感じで、まあいっかこれくらいで、はい、でこれ後でねワイヤー余分な部分切ってしまったのと、葉っぱは適当にこの辺に一緒につけます。こんな感じでいいかなって位置を決めてフローラルテープで巻いてしまいました。一応ね今回葉っぱ2枚作りました。3枚でもねいいと思います。はい、で巻いてあげてワイヤー切ったらですね、切ってないですね、切ってる画像がねちょっとね取り逃したんで、まあ、短めに切って、ダイソーさんだったかな、ディスプレイボックスがねあったのでこれに入れていこうかなと思います。真ん中、真ん中って花ではないような、できればね下の方のところでわっと咲いていてほしいなというイメージ勝手にありますけれども、こんな感じでねちょっといろいろお花作ってね詰めていこうかなと思っています。
まあ、新しいシリーズ、箱詰めシリーズですかね。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。